ビルヘルム・レオポルト・コルマ・アルフォンデア・ゴルツ・ダンは、プロイセン王国の軍人、軍事学者である。1843年に、東プロイセンにおいて、没落貴族の家庭に生まれる。1861年に陸軍に入隊し、5年後に、ベルリンの陸軍大学校に入学する。しかし、広島戦争で一時的に学業から離れて、従軍し、負傷する。 翌年に参謀本部陸地測量部の勤務を命じられ、1870年から約1年の間にフリードリヒカールの第二軍爆料として従軍した。戦後にはポツダムの軍学校の教官となり、そして参謀本部戦士部に配属される。1878年にベルリンの陸軍大学校で教官となり、戦士教育に携わり、 執筆活動もこの頃に行っている。1883年には、オスマン帝国の要請により12年間にわたって派遣され、オスマン帝国軍の改革に貢献し、陸軍元帥の名誉が授与された。1896年に帰国した後は、師団長となり、1911年には元帥として退役した。第一次世界大戦における、 ドイツ軍の占領行政にあたっては、ベルギーの軍政官を務めている。さらに、オスマン帝国へ、再び派遣され、軍事顧問として、スルタンの最高統水部に就く。1915年に、オスマン帝国陸軍第一軍の司令官として、メソポタミア作戦を、指揮統卒し、その翌年に、バグダードで死去した。青年トルコ島による暗殺という説もある。 ゴルツは当時対立的であったクラウゼビッツ派とジョミニ派の軍事思想を両方から受け入れていた。ジョミニ派の戦争の普遍的な原則を認めながらも、クラウゼビッツの摩擦、偶然などによって原則の適用が困難となると考え、両派の考え方を融合した軍事思想を展開した。また、クラウゼビッツの戦争論における防御は、 攻撃よりも強力であるとの記述に反論し、攻撃こそが優れた、戦闘行動であると考え、さらにクラウゼビッツによる改定が行われていれば、防御優位の内容も変更されていたはずだと主張した。ありがとうございます。